宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ももこです。ちかこです。コマーシャルさんからメールが来まして、はい、でも知ってる方も多いと思いますけども、これのこれのこれがね、何ですよそれ分かって、何もう察して、これのこれのこれこれのこれピッていうやつなんとなくわかるでしょ。だそれのね、パブリックコメントを、うん、まあいつもの通り、うん、1週間もないんだけど、うん、募集をしてて、まあそこにですね、あのコメント意見が送れるようになってますので、まあ今もね13万件ぐらい結構集まってるみたいなんで、うん、いつもながらずるいことによ、うん、もう大、ね、々的なアナウンスもなく、うん、こっそりとやるよ、うんうん、で後毎回毎回、ね、で後から、うん、要相談窓口設けてましたけど、うん、皆さん何も言ってこんかったしねみたいな言えるから、うん、こっそりいつもやるんですけど、うん、まあね、これをやったからといって何が変わるかはわからないですけども、ドイツだってね、うん、あの民衆が立ち上がって、うん、なんかいろんな法案が変わったりしたじゃないですか、うん、だから諦めずにですね、一人一人が意識を上げて行動していくこと、諦めないことが大事だと思いますので、将来的に本当に不便な世の中にしていくのか、うんね、それに対抗するのかは、一人一人の力にかかってると思います。はい、名前とか書かなくていいんだよね。そうそうそう、匿名でね、の簡単に誰でも書ける1分で終わるようなことですので、私らはもうやりましたよね。はい、はい、皆さんも、あの、1票を投じてみてください。はい、詳しくは、あの、下にコバシャールさんがいいリンクを作ってくださってるので、載せておきます。よろしくお願いします。そうですね、こうやってね、あの全てなんか作られた支配の世界で私たちはもう生きてたってことに、まあ、目覚めてきてはいるんですけども、まあ、それが、まあ、大きいことだとしたら、小さいことでは、あの現実に今の、ね、3次元の世界で家庭で意外と起きてたりするじゃないですか、うんうんうん、ね、この支配の構造が家庭でなあったりする方も多いんじゃないですか、うんうんうん、だから その、ね、現実のことからこう支配から抜けれないのに、この大きなところから抜けれるわけないんですよ、うん、わかります？そりゃそうだ、うん、ね、うん、だからそこをまず見て、そこから出るっていうことを、うん、今私たちはとにかくやらないといけない、うん、準備段階としてね、うんうん、人のことを幸せにしたいってね、うんうん、世の中をこう幸せにするってね、あのだから私の使命はこれだと思うんですとかって言ってね、うんうん、一生懸命やってる人がいたとしてもさ、うんうん、その人が自分自身のことを幸せにできてないのに、うんうん、世の中の人のこと幸せにできるはずないじゃんとかさ、うんね、あの全部そうだと思う、うんね、だからまず自分を幸せにして、うん、そして、ね、家族との関係をやっぱり言いにくいこともちゃんと伝えて、うん、あのモヤモヤを解決するとかね、うんうん、そういう段階を経てっていうことだと思うんですよ、うんうん、そうなんですよ、うん、ね、まずやっぱり自分だよね、うん、そう、自分の問題が山盛りなのに、うん、そう、人の、ね、役に立とうと思っていてもそれは偽善になるんじゃないでしょうかっていうことですよね、うんうん、一瞬それやったとしても、うん、多分継続が難しくなるね、うん、常に自分を心地よい状態、うんうん、大事にしていられるかっていうの、継続するっていうのも意識してないとなんかできんかもしれんな、うんうんうん、そうですよね、やっぱ心地よくなるためにはいろいろ超えなきゃいけないことがあったりするじゃん、うんうん、ある勇気がいる、ね、そうなんです、うん、だからそこは本当にまずは自分のために勇気を出して超える、うん、そうなんですよね飛び級はありません、はい、でね、あのもうそこがね、超えられてない人っていうのは、うん、どうやって意識を作られてきちゃったかっていうところをね、ちょっとね解いていこうと思うんですけども、うん、あの無価値観っていう言葉あるじゃん、うん、無価値観ってどう思う？どういうことだと思う？価値観は私むちゃくちゃあったので、うん、すっごいこの何年間かは向き合いましたね、うん、今も完全にはなくなってない、うん、例えばどういうこと？自分に価値がないっていう思い込みだと思う。そうだよね、うん、私もすごい昔はあったんで、うん、とにかく
何かをしてないといけないっていう、うん、今申し訳ない、いや、動いてるずっと、あ、そうそう、いや今はやり、うん、本当にやりたいことしかやらないんだけど、うん、昔はなんかね常にね、うん、勉強してないとダメだと思ってた、脅迫観念みたいな、うん、なんかやってないと不安みたいな、ダラダラしてたらダメだとかすごい思ってたから、うん、だから全然機会もしない資格をいろいろいっぱい取ってみたりとか、資格の女王でもすごい無価値観から来てたんよ、うんうんうん、常に何か頑張っていないと自分のこと許せなかったから、うん、今は頑張っていません楽しんでるだけ、うん、これは心療内科の先生がなんか言われてたことなんですけども、うん、あの無価値観だと思ってる、うん、あの大きな理由っていうのはなんか3つあるそうなんですよ、うん、その一つにはあの周囲から関心を持たれてないんじゃないかっていうふうに思ってる人、うんうん、まあ例えばお友達が全然いないとか、うんうん、あの小さい頃ね、うん、親がもう仕事で忙しくて自分に構ってくれてなかったとか、うんうんね、であとは、まあ、先生とかからも全くなんか注目されてない、うんうん、でいわゆる優等生とか、うん、目立たない存在のタイプの人に多いそうなんですけども、うんうん、これが、まあ、一つの理由だそうです、うんうん、で二つ目の理由がと、まあ、身近に暴力があった、まあ、自分が親から虐待されるとか、うん、学校でとかっていうのもありなんだけど、うん、その他に両親が仲が悪くていつも喧嘩をしてるって、うん、それもまあ暴力を見せられてるっていう、うんうん、実際殴ったり蹴ったりがなくても、うん、両親が仲悪かったら、うんうん、それだけで無価値観につながるっていうことらしいんですよ、うんうん、とかそういう家庭が不安だったっていう状況も、うん、価値観を作ってしまうらしいんですよね、うんうん、で3つ目の理由は常に親とか、うんまあ、兄弟とかに怒られてたとか、うん、叱られてたとか、うんうんまあ、一番多いのは勉強しなさい勉強してればもういいみたいなさ、うんうん、とかねそういう家庭ね、うんうん、それから頑張ってんのにもっと頑張れ、うん、なんか優秀な子はもっとなんか一番取れとかさ、うん、そういう親御さんに育てられてしまうと褒めてもらえないんだよね。そういうことだよね。そういう3つの理由で、うん、価値観ってどんどん作り上げられてきちゃってたっていうね、実はね、うん、ね。あとねこのアメリカの心理学者のシーベリーっていう人が言ってたらしいんですけどもね、うんうん、今現状でなんかすごい悩んで辛い人の理由の一つに、うん、私はそういう人間じゃありませんっていうことを言えなかった人が多いんだって。わかる意味？ああ、だから本当はこの仕事振られたら、うん、こんなこと能力ないのにっていう内心を持ってるけど、うん、できませんって言えれないとか。そう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 、そういうことない。だから好きでもないのに、うん、それをやりなさいって言われたら頑張らない、頑張ってやらないといけないから断れないわけよ。でも頑張れんじゃんね、それ。だから頑張れないくせに頑張らすじゃん。だから辛いわけよ。うん、辛いわ。でも、うん、そういう人って結構多いような気がして、私なんかの年代って、うんうん、ももちゃんもそうかもしれないけど、なんか親が女の人でも、うん、手に職をつけなさいって親に言われてる人って多いんよ。言われた言われた、うん、言われた、うん、言われたよ。すっごい何回も言われたから染みついちゃってそうなの。だから手に職をついてない人は無価値だみたいなことを、だから母親が思っとった、うん、私みたいな何にも取り柄のない大人になったら苦労するよ、だからあなたは手に職を何かつけなさいってもう呪文のように言われて育ったので、うん、絶対何か専門的なことを身につけないとっていうのはあったね。でっていうことは、うん、多分お母さん自身が無価値観がすごいあって、そうだと思う、うん、一見、うん、ももちゃんのために言ってる感じがするけど、うん、違うよね。ちょっと違う気がするよね、うん、自分の無価値観なんか押し付けじゃない、
自分のようになってほしくないから、うん、あなたにはさせたいとか、なんか本当の意味でももちゃんのことを思ってるのかっていうのがよくわからん。そうだね。違うと。だから結構ね、看護師さんとか保育士さんに、うん、のさんになろうとして頑張ってる人って結構いるんだけど、いたんだけど、それって自分でそうしたいからそうしてんのって聞くと、いや親に言われたからって意外と半分ぐらいの人が言うよ、大変な仕事なんだけどねそうでしょ、よく親に言われたからってそんな好きでもないことできるねって感じだよね、でも昭和の人ってそれを意外と頑張っちゃう人が多かったっていうね、意外と今の子供たちはそれができなくなってるかもしれないけど、手に職とか、子供に言ったことないけど、そうだよね、だから、昭和のなんかあれだったのかな、まあその子がね、その子らしく好きなことをして生きてくれたら嬉しいけどね、そういうふうに思ってくれてるね、お母さんだとね、すごい子供は楽だと思うよ、しさ、なんかそのさっきのさ、私は何もできないって、お母さんに言われた子供の気持ちってさ、どうだった？そうじゃな、やっぱりなんかちょっと悲しい気持ちになってる、ね、お母さんそんな風に自分のこと思ってるんだなって子供ながらに思ってたかな、そうだよね、なんかそうやってな思っちゃうよね、自分からしたらね、いや、私らをこんなに立派に育ててくれて、毎日家事もしてくれて、仕事もちゃんとしてね、なんかありがとうと思ってるのに、お母さんは無価値だからみたいな、なんか悲しいよね、子供からすると、こと言うんだなって思ってたけど、そういうお母さんって、やっぱり家でいつも怒ってんじゃない？怒ってたねちょっとヒステリックだったね、そうだよね、なんか笑顔があんまりなかったかっていうかもね、まあ結局離婚したしね、ね、お母さんって結局笑ってくれてたらさ、なんか子供ってさ、それだけでいいかった、癒されるさ、お母さんが幸せそうだったらそれだけでいいよ、子供はね、そうだよね、そうなのに、なんかいつも怒ってるお母さんが多いっていうどんどんなんか無価値観のさ、ループ子供に伝播しちゃって、そうなんだよ、で私もやっぱりそんな母親に育てられたから、めちゃくちゃ無価値観の人だったよね、大人になっても、だよね、いや大変だった、それを抜くのがめちゃくちゃ、この二人にも手伝ってもらって、何年もかけて自分でも努力して、すごく意識してちょっとずつちょっとずつ抜いてきた感じ、まあだからそういう親のことを今なんか毒親とか言ったり、まあ立ちが悪い人っていう風に言ったりするんだけど、実はね、この毒親とか立ちの悪い人から離れた方がいいんですよ。だってさ、できないことをさ一生懸命させてできるわけないのに、できないって言ったら、何できないわけとかってさ全くダメな子ねってなって、なんかなんだそれは嫌じゃん、ひどい、ね、ひどいわけじゃん、どう考えても、その子のことを思って言ってったりやってるって思えないもんね、思えないよね、どう思ってんだろうね、そういうふうに言う人ってね、だから自分の思うような、なんか子にさせたい、理想の子供像みたいなのがあって、そういう子供だったら自分が安心するっていうやつだろ、なんか大体さ、あなたのことを思って言ってるのよっていうのは、あなたのことをなんか思っとりませんか、そうなん、自分のために言ってるね、そうそうそう、言っといて全然責任取らないじゃん、だって、ね、責任取るのは本人なわけじゃない、やるって言った、でやるって言っちゃったもんだから一生懸命さ、期待に応えようとしてさ努力したりさ、まあ、辛いのに頑張ってたわけじゃん、そういう人って、だそこをやってるといつまでも本当に自分が何やりたいか多分分かんない子に育っちゃうの、そうだよね、で自分が決めてやってないの、やってないもん、
わかんない子だったわ。うおさおしてた。そういう子を育ててないですかっていうことをね、うん、ちょっと見てくださいよ、ちゃんと。いや、そういや言われたわ。なんか、お母さん昔美容師になりたかったから、あんた美容師になってよ。うん、それね。って言われて、ああそうなんだ、分かったって言ってたから、なるほどしてた。小学校の文集に将来の夢って美容師って書いてるの、全く興味ないから結局やってないけど、その時はまあ小学校2年生とかだったから、まあ、お母さんがそう言うならそうなのかなって。だからそのなんか魔力にハマってしまった子っていうのは世間に結構いっぱいいると思うんですよ。そこからもう人生ずれてますから。うん、だってでも小学校とかだったら離れとっても離れれんじゃん、その親からはさ。うん、じゃけんもやその無価値観を浴びるしかないわけよ。そうなんで、大人になって離れれる年になって、うん、自分で気づいて抜くしかないんだよね。気づいたら、そう、自分でどうにかするしかないんですよ、これは。まあその場を離れるっていうのがね、うん、早いよね、離れれるならね。うんうん、いい大人なんだ、なんだったら離れりゃいいよ、うんうん、仕事しとってな、うん、経済能力あるんであれば、うん、そこにしがみついておく理由はないしね。まあ自分自身に対しても私はどうせダメだしなって、うん、なんか価値がないしっていうことを自分にこう言ってやってたら、そういう人が出てくるっていうのはあるんだけどね。親から離れても、そうそうそう、親から離れても現在がまた第二の旦那がそういう人だったりとかね。あったあった。勤め先の上司がそういうやつ。あ、そうだったそうだった。そうだったよ、うん、なんかそうだったね。そうだね。だから、うん、そっから自分がそうね、乗り越えてそっから卒業しない限り、そう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 、ずっとそういう人が出てくるわけどさ、もう私ってこんなもんだわ、うん、みたいな感じでさ、自分に対して諦めてる人もすっごい多いと思うよ。やっぱワークね、宇宙の会でやってるワークとかをやると、やっぱりそういう人が何人も何人もいて、自分に失礼じゃろうって、なんか怒り出したりするんよ。いや、本当にね、この私たちが始めたワークなんですけども、自分の内面が出てきて、自分の本当の気持ちがバンって分かっちゃうんですよ。隠せなくなるんですよ。だから不思議ですよ。皆さんね、一体何が出てくるのか怖いですみたいに言うんだけど、本当にね、隠されてた自分の思いが目の当たりに自分が見ることができて、こんなことって普通できないので、もう本当にぜひ参加してほしいのはそこなんですよ。自分では見つけられない自分が見つけれます。だからその時に自分が出てきて自分を叱り倒すっていうのあるね、もうものすごい自分に対して怒り出す、こんなに食べつけやがってみたいな、そうそうそう、もういつもやるって言ってやらないじゃないかとか見た見た見ましたね。そういう人が多いっていうか、価値観の人がね、自分に叱られてしまいますけども、まあ、そういうことってなかなか分かんないじゃないですか、自分じゃ、本当に自分ってどう思ってるのみたいな、見事に分かりますよ、ぜひ、ね、自分を見に来てね、本当知ってほしいです、知るっていうとこからスタートするので、それ私たちも同じでね、やってきたことなんです。そうですね。そうそう、で、まあ、この後予定言ってもらうんですけど、今度岡山である時があるんですけど、その時は3人会えますんで、私たちに会いに来てください。じゃあ予定を。はい。10月です。ごめんなさい。1日、2日、埼玉満席です。はい、3日、名古屋も満席です。で4日、神戸。神戸がまだ空いてます。はい。で5日、岡山で。11月1日、2日、大阪です。
はい、3日滋賀、12日高知です。15日広島の福山市です。11月14日なんですけど、うん、こちらはねちょっとねヨガの先生と一緒にあの、うん、イベントをします。うん、あそうだ、うん、石槌ふれあいの里っていうところで、うん、あのイベントするんですけど、これは温浴とねそのちょっとヨガの体を動かしてみたりとか、うん、そしてあとここでは真実の話をします。はい、また概要欄に上げておきますので、はい、ぜひぜひいらしてください。はい、あと、私たちのオンラインサロンなんですけども、過去ちょっと消されてしまった動画をアップしていたり、こういうイベントの様子をアップしてたりっていう限定の動画も見れたりとかしますので、1週間は無料お試し期間があったりもしますので、ご検討の方は覗いてみてください。はい、それではまたお会いしましょう。それではまた、またねー。Yeah!